完成。二人とも待っててくれたの？明日は文化祭だし、たまには三人で帰ろうと思ってさ。つーが、お前廊下で何騒いでたんだよ。あ、聞こえてた？あんなでかい声で騒いでたら聞こえるっつーの。実は、じゃーん、先生たちの衣装やっと完成しました。これが最後の一着だったんだ。マジか、すげえな。うん、カナタありがとう。ちゃんと間に合ったの、カナタが支えてくれたおかげだよ。な、何言ってんだよ。俺は何もしてねえし。そばにいてくれたでしょ、それだけで十分。さすがは学園一のハードワーカー。大変だったのによくやったな。二人とも、俺がいるの忘れてるだろう。あ、すずや、お前盗み聞きか。それちょっと違うぞ、カナタ。でもとにかく衣装を完成してよかったな。すずやもありがとう。借り縫い手伝ってくれて助かっちゃった。あ、そういえば喫茶店の準備は？あとは明日を待つのみって感じだな。さすがスズリャ。おい、俺もいいんぞ。メニューが決まったのも俺のナイスサポートが。私お腹空いちゃった、早く帰ろう。それじゃあ何か作ってやるよ。頑張ったご褒美だな。何がいい？本当？嬉しい。何にしようかな。お前ら、俺を無視すんな！そうだ、去年と同じ最終日でいいよね、スターロード歩くの。だな、文化祭の締めくくりでな、鈴谷。何言ってるんだよ。今年は二人で行ってこい。お前たちは恋人同士なんだから。スズヤ、お前何言ってんだよ。照れることないだろ。去年は俺たち3人で歩いたけど、それは誰にも相手がいなかったからで。でも今年は違う。あ、俺に変な気を使うのはなしだからな。スズヤ、何すっとぼけたこと言ってんだよ。それとこれとは話が別だろ。言っとくけど、気なんか使ってねえからな。カナタ、スズヤが嫌だって言っても3人で歩くんだよ。つーか、ガキん時からイベントごとはいつも3人だったろうが。カナタ、こいつの気持ちも考えてやれ。普通女の子はこういうイベントごとは恋人と二人で過ごしたいものなんだよ。だろ？え？俺は変えるつもりはねえから。それにこう思ってるのは俺だけじゃねえと思うし。イベントは三人。で、陽がいるときは四人だ。誰と誰が付き合おうと、それは変わんねえんだよ。つうか、お前もなんとか言えよ。過ごす時間も大好きだけど、私は3人で過ごす時間も大好きなの。ほらな、つーか回りくどいなお前。
私が言いたかったのは、鈴谷も一緒に行こうっていうことな。言っただろ、俺の彼女はよくできてんのよ。調子に乗らないの。いいい、これで用も来れたらよかったんだろうけどな。あ、そういうことだから。わかったか、鈴谷。いつまで経っても親離れしないな、この子供たちは。わかったよ、三人で一緒に行こう。当たり前だろ、オーカン。重いってカナタ。ずるい、私も。お前はダメ。どうしてよ。しょうがないな。お前も来るか。ほら、おいで。鈴谷もどさくさに紛れて何言ってんだよ。少々お待ちください。ねえねえ、俺たち3年なんだけど、よかったら休憩の時一緒に回らない？え？あ、なんで私の名前？知ってるよ、唯一の女子って有名だし。いつも可愛いけど、その衣装も似合ってるよ。一緒に写真撮ろうよ。いや、あの、すいません、そういうのなしでお願いします。俺たち客だけど。でもこいつ俺のなんで、これ以上されると彼氏として黙ってないっすよ。カナタ、必死になるなよ、ただの冗談だって。カナタ、ありがとう。自覚しろよ、女一人なんだし。そんな格好してんだからよ。やっぱり変かな。バカ、その逆だっつーの。すっげー可愛いと思う。な、何言ってるんだか。片付けこんぐらいでいいだろう。そろそろ行こうぜ、スターロード。私ちょっと生徒会室に寄ってから行ってもいい？多分用事はすぐ終わるから。俺も春樹先生に呼び出されてるんだ。終わり次第すぐ行くから先に行っててくれないか。分かった、じゃ中庭で待ってるわ。お前も鈴谷も早く来いよ。ああ分かった。気にすんなよ、待ってる。慌てて転んだりするなよ。分かってるよ、じゃあ行ってくる。意外に時間かかっちゃった。和樹会長ってば変なこと言うから。
ナタ、ごめんね遅くなって。あれ、スズヤはまだ？スズヤならまだ来てないぞ。あいつ世話好きだからどっかで捕まってそうだな。先行ってようぜ。うん、そうだね。すっげえ綺麗だな。サンキュー、お前たち生徒会のおかげでこんな綺麗なとこ歩けんだから。そう言ってもらえると嬉しいな。頑張った頑張った。俺かで、スズヤだ。スズヤから？もしもし、スズヤ？遅えぞ。え、は？何言ってんだよ。いや、ちょ、スズヤ、スズヤ、切りやがった。どうしたの？打ち上げに呼ばれたから来ないって。二人で楽しんで来いだとさ。二人が当たり前のように三人で行こうって言ってくれただけで俺はいいんだ。だってさ、やっぱりさすがはおかんだね。どっちが気使ってんだっつーの。本当だね。ま、仕方ない。こうなったら二人で楽しんでやろうぜ。おかん公認だからな。そういや、スターロードってなんか伝説あったよな。それって好きな人とスターロードを歩くと両思いになれるってやつ？それそれ。そっか、じゃあ俺たちにはもう意味ないのな。どうして？だって俺ら両思いだろ。急に止まんなよ。あともう一つあるんだって、ジンクス。へえ、何があるんだ？もう少しかがんで。こうか？つうか何があるんだって。お前、今スターロードで女の子からキスをするとそのカップルは永遠に結ばれるんだって。じゃ、俺たちは永遠に結ばれるってことだな、お前のキスのおかげで。このジンクスね、和樹会長に教えてもらったの。知らない先輩に？そっか、さすが知らない先輩だな。カナタ、なんだかすっごく嬉しそう。当たり前だろ、俺もお礼しないとな。キスのお礼。好きじゃなくて愛してる。
なんかすげえ幸せ。これも知らぬい先輩の嘘のおかげだな。ちょっと待って、今嘘って言った？あ、どういうこと？あ、いや、そのさっきのジンクス、あれ多分嘘だ。え？いや、前にな、ちょっと言っちまったんだよ。たまにはお前からキスしてほしいみたいなこと。それじゃあ私、和樹会長に騙された？まあいいじゃねえか。俺たちが付き合ってるってこと改めて確認できたんだからよ。よくない、私すっごく恥ずかしいことしちゃった。恥ずかしいって、恋人なんだからキスぐらいすんだろ。俺は超ラッキーだったぜ。